トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエット2003年発売です。1,2,3 そしてファンディスクはね、現在進行形で同時進行で進めてますけども、プレイしてきまして、今回はトゥルーラブストーリーのですねシリーズ最終作となるサマーデイズ&イエット、こちらをプレイしていこうと思います。お、早速オープニングムービー、アンドイエットってどういう意味かなそれすら分からず調べてみようかな。意外とバラードで、あーなんかしっとりした始まり方なんだね。すごい雰囲気のあるスタート。これエンディングじゃないよねもう終わっちゃう流れの感じなんだけど、曲的にどうしよう、これで終わっちゃったら。うわー雰囲気あるな。トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエット、おーいいね。ちなみにですね、今ちょっとググって&イエットどういう意味か調べてみたら、とはいうもののっていう意味みたいです。とはいうものの、夏の日々とはいうもののっていうサブタイトルなんだ。まあ、今回もじゃあ説明書片手にちょっとオプションにしようかな。BGM をちょっと下げておきます。50くらいにしておこうか。音量100で、これでいいかな。よし、じゃあ始めていこう。いや楽しみだな。結構あなたの名字を入力してね。絵柄の変化は今作では結構あるんですが、説明書見る感じ割とシステム面とか、あと下校イベントとかもあったりで、ああトゥルーラブストーリーの、あれちょっと名前間違えちゃった、イスダイってなんだなんかトゥルーラブストーリーの伝統みたいなものはしっかり受け継がれてるなっていう感じがあるんですよね。その辺楽しみだな。はい、今回も伊助大輔くんでいきますね。くどい名前でごめんね。よし決定、伊助大輔合ってるよね。 OK です。どんなタイプ？これでまた今回はタイプを選ぶ。凡人秀才お笑いスポーツマンガリ弁。ああ、だからガリ弁だったら勉強の話がすげえできると。あと本の話とか。スポーツマンだったらスポーツの話。凡人。最初のプレイはこのタイプがおすすめって書いてありますね。秀才。ああ、お笑い。リアルの自分で当てはめる場合、まあ凡人だよね。だからまあ最初だしこれでいいか、とりあえず凡人でいこう。凡人ってやだな言い方がなんか、お、綺麗な青空、そして今年も夏が来る。結構ね制服とかも見た感じ、なんかちょっと特殊な制服なんですよね。あ、これ丸？あ、進めるのね。抜けるような青い空、視界を。川、おわんばかりの真っ白な入道雲。容赦なく降り注ぐ太陽光線、しめしぐれ風鈴。店頭の冷やし中華始めましたのに、そして日陰で涼む猫の寝姿。どこを撮っても夏。お。早く朝ごはん作ってよルリちゃん、これはまたやっぱこれも伝統の兄弟ですよね。たく朝っぱらからうるさいな。ルリちゃんが、あ、この子、この子だ。ショートカットの絵柄変わりましたよね。だいぶちょっと 3D ではないか。作って作って元気な子。分かったよ、今行くからちょっと待ってろよ。ルリちゃんも可愛い。味噌汁の具は大根ね。はいはい、ああ、少
少しくらい家事をやれって言うんだ。いつも僕に押し付けてばかり。ルリちゃんが今回の、あれ、え、あ、姉か、妹だと思った。父、姉、僕の3人。さっきのは姉のルリ、正真正銘僕の姉だ。僕より1つ年上で同じ高校へ通う3年生。姉らしいところなんてほとんどなく、ガサツで自分勝手で家事なんか全然やらなくて、いつも僕に迷惑ばかりかけて、しかも、なんか気になるね。え、なんだそれはさておき、しかもなんだ今年の夏はいつもの夏とどこか違う。そう、忘れられない夏になりそうな予感がする。夏が始まるしかも何なんだルリちゃん。お、これね、まったく、あんたがもたもたしてるからこんな時間になっちゃうのよこれ多分下校イベントの時の表示ですね。ちょっと左上からにの感じになるんですね。何言ってんだよ。手間のかかる朝飯を作らせたりするからこういうことになるんだよ。パンとコーヒーで済ませればよかったんだ。パンとコーヒーなんて嫌ルリちゃんもなかなかズバズバ言う子だね。朝はご飯と味噌汁って決まってるんだから、うん、ああ。今日の夕飯は天ぷらにしてね。めっちゃ作らすじゃん。嫌だよそんな面倒なやつ。うるさいわね、これは命令よいやなんか今までにない、ちょっとミサキ、いやミサキもここまで言わないか、トゲトゲしく言わないか。それにしても暑いわね。ミサキ、キミコ、カナメときてルリちゃん来ましたね。梅雨も明けたね。夏が始まる。また夏が来るのね。うん、この姉はいつもこんな調子。いつだってこき使われるのは僕なのだ。これはこれで楽しかったりするのだか。だって僕は、うん、何、だって僕は、だって僕は何なんだろう。夕飯のメニュー頼んだわよちょっといきなり謎が、え、ルリちゃんちゃんと血つながってる、この子ルリちゃんルート入ってない、好きなんじゃないの。サッキュー、愛してるわよ。あし、うん、それかコキ使われることに快感を覚えてるかだよねとんでもないド M の変態野郎だったかっていう。おはよう。あ、男子キャラ来た。男の友達、お、かっこいい、イケメンじゃん。セイタロウ、おはよう。梅雨明け宣言が出た途端この暑さ勘弁してほしい。まだまだだな。なんか気ざたらしい感じ。もっともっと暑くなってくれれば、世の女性たちがどんどん薄着になって、あ、変態だ、我が写真部が大活躍なのだ写真部の変態なんだ。あ、だからこの女好きのパターン、大須賀木地元くぼっちの伝統だしですよね。これもね、女好きの友達がいるっていうトゥルーラブストーリーだわ。他に何があるっていうんだい。お前黙ってれば結構かっこいいのに。本当だよ、めっちゃイケメンじゃん。特別に恋愛講座を開いてやろう。え、恋愛講座。君のように毎年寂しい夏を過ごしている若者を放ってはおけないからななんでこんな上からなのみんな寂しい夏で悪かったのはそれに若者って、お前だって。まあいいじゃないか。それじゃあ今日の昼休みに屋上へ来たまえ。お、あ、昼休みに屋上、なんかデジャブ、一作目思い出しますね。今じゃないの。そんなに簡単に教えてもらえると思わないことだな。ああ、世の中は君が思ってるほど甘くはないの。なんか鬱陶しいな清太郎、自分から開くって言い出したくせに。分かったかい、今日昼休みに屋上で待ってるからな。昼休みに屋上、これ覚えておかないと。行けたら行くよ。ああ待ってるからな大須が思い出すわ、恋愛講座ね。昼休みに屋上、割とシステム面は一作目に近い。何にしても今日から夏だ、今そう決めた今日の目標、今日の目標が昼休みの屋上、清太郎の恋愛講座。
そう、なんかこういうのがね出るみたいなんですよ、その日その日のうちの目標っていうのが。ほう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 、移動場所選択、6つの時間帯にそれぞれ行く感じか。あ、だからやっぱ1作目2作目の感じに近いですね。だから昼休み、あー、まずどこ行きゃいいんだ。じゃあプールもういや夏だからやっぱプール行かないと。全然どうしようっす。でもやっぱ第一校舎、自分が1年生だからね、第一校舎行きつつ中庭もいいんじゃない。中庭も毎回何かしらありますよね。で昼休みは屋上って言ってたよね、目標確認。昼休みの屋上清太郎で、昼休みの屋上、放課後、放課後1、どこがいいんだろう。校庭、校庭、あー放課後に寄り道は河原行こうか。後藤さん走ってないかな。なんでシリーズの垣根を越えて走ってんだよ後藤さん。さあプールスタートでございます。まあ誰もいないね、岡本さん泳いじゃないかな。でなんでシリーズの垣根を。さあ次第一校舎行ってみましょう。でも最初第一校舎とか行っとけば誰かしら、え、誰もいない、誰かしら出会いそうなもんなんだけど。中庭どうかな、誰もいない。マジ全然会えないじゃん。でもこの後清太郎っすね、屋上来ましたよ。わー太陽が眩しい、これはまさに夏の日差しだな。清太郎は、お、ちゃんと来たな、感心感心。うん、で何を教えてくれるって。そう焦るなって。おー、とにかくあれ、狙うは学校帰り、目標にとらわれるな。なるほど、チェキホード、これはでも覚えておいた方がいいですね。はい、わかりました。とまあこんな感じだな。うん、俺の言ったことが全てではないが、まあ参考にはなるだろう。いいチュートリアル嫌いじゃないですか清太郎くん。あとは何事も経験だ、知るよりやれってことだ、はい、なんか鬱陶しいな。まあ頑張れよ。まあ、でもとにかくねやって覚えないとね。まだちょっと、お、目標達成、こういうのがね出るんだね。すごい親切な作りだな。じゃあ放課後になっちゃいましたね。校庭誰かいない、いやお前かい。清太郎よ。俺は最近思うんだが、清太郎の雑談イベントですねこれはね。君はそんなことばっかり言ってるんだな。そりゃ重要なことだからな。清太郎とばっか仲良くなっちゃってんじゃん。学校の話を楽しくした、学校の話だからこの辺も凡人にしてるからかな。なんか他のパラメーターにしたら変わってきたり、あー下校時3つの場所でキャラクターと会うことができる。ああそうですよね。ふんふんふん、わかりました。お、お前かい。だからお前清太郎ばっかじゃん、どういうこと。帰るのか。女の子全然出てこなかった。お前は今日はまだ部活さ。写真部だ、ご苦労なこって。夏は日が長いからまだまだチャンスがあるのさ。変態写真撮ってんじゃないだろうな。じゃあな。はあ、写真部ってまともな写真は撮っているんだろうか。本当だよね、写真部が変態やろうってことしか。あ、ルリちゃん来た。ルリちゃんかわいいわ。ルリネーっつってんだ。ルリネー、ルリネー。今日友達のところへ寄ってから帰るから。あ、そうなの。何時ぐらい、何時頃。わかんない。いや、
アバウトだな。夕飯の都合とかあるから。じゃあね。自由だな。なんかみんな自由だな。河原来たよ。風が気持ちいいな。何にもなかったわ。割と散々な一日だったな。ルリのお部屋行きましょう。ルリチキー。ルリね、あのさ。何？あ、これもやっぱ恒例ですね。好感度チェックができるっていう。おお、どう、なんか薄着、これちょっとズボン開いてんじゃん。チャック開けてない？この子ラフすぎんだろ、部屋着。見えちゃう見えちゃう。うん。いくら夏でも評判。ボタンも開け、はいはい、はい、ボタンも開けてるしチャックも開けてるし、おいおいおい、ルリチェック。あ、まだ誰も出てきてないですね。右上に行けば行くほど、まあ好感度は高いつうことで、あの上にちょこんてんなルリちゃんだよね。これすごいね。今日をやり直す。これは親切な設計作り。これをやると、ね、説明書、時間をその日の朝に戻します。今日をやり直すことができるのって。すげえな。いやでもまあいいか。1日目こんな感じで寝る。早く女の子ともっと出会いたいな。聖太郎はもういいから、やっぱ第一校舎だろうな。ずっと続く夏。このゲームは限られた期間の中で恋を作る、成就させるのではなく、ずっと続く夏の間の中で様々な出来事を通じて二人の距離を少しずつ近づけていくゲームなんですって。エンドレスエイト状態の中で、話を進めていくと。うん、でもいつかは終わりが来る。のんびりしすぎると夏が終わってしまうこともある。あ、それバッドエンドなんだな。なかなか特殊な設定ですよね。ずっと夏が続くっていうね。じゃあ出かけよう。サマーデイズだわ。どこに行こうか。第一校舎だと思うんだよね。ずっと第一校舎にいてみよう。で、昼休みはじゃあ食堂に行って、放課後どこかな。マークが出てる。あ、マーク出るんだ。これでも聖太郎のマークだね。聖太郎はいいわ。校舎だな。とにかく校舎知り合う。これが知り合えると思うんだよね。第一校舎が一番。誰もいない。マジで？俺が凡人だからダメなの？どうなんだろう。誰もいない。第一校舎じゃない？もしかしてどうかな。誰もいない。これ早速今日やり直したいんだけど、全然会えないな。いや、お前聖太郎。なんだ。いいよ、お前の好感度ばっか上がっちゃってんじゃん。それは初耳だな。それなら対策を練らないとな。エッチな話をしたんだ聖太郎と。何食堂でエッチな話してんだよ。エッチな話はでもまあ盛り上がるだろうな、男子同士な。もう放課後になっちゃった。誰も、うっす、あれ誰か来たよ。ほら来た来たよ。ほらやっぱ第一校舎。お、かわいい。あ、この子メインヒロインの子だ。私は2年 A 組楠瀬ひなです。うん、パッケージにもなってる子。僕に何か。あれ？え好きです。え、これ何これ。え、何これ、こんな始まり。
今僕のことを好きって言ったの？はい。マジで？いきなり来るね。びっくりした。本当に。はい。楠瀬ひなさん。あの。あ、桑谷夏子さんだ。カレンちゃんじゃん。はい。え？おお、行ってしまった。すげえ出会い方だな。びっくりした。まさか僕が女の子に告白されるなんて。恋愛ゲームでもやってるみたいだ。本当だね。あの子楠瀬ひな、ひなちゃんって言ってた。めっちゃ可愛かった。あんな可愛い子が僕のことを。こんなことがあるわけがない、あるわけがない。2回いてて夢じゃない。だとすると誰かのいたずら？全然信じらんないじゃん。凡人だから俺がモテるわけないって。それにしてもこの後僕はどうしたらいいんだ。いきなりパッケージの子から告白されるってすげえな。楠瀬ひなちゃん、そうだ、パソコン室に、あれ1台電源が入ったままのがあるいるんだよな。電源の切り方が分からなくてそのまま帰っちゃうやつが。ちゃんと切っておかないと。びっくりした。もう人外が出てきたのかと思った。そういう世界観なのかと思っちゃった。キーホルダー、ぬいぐるみが置いてあるってことね。なんか化け物出てきたのと思ったわ。もうなんでこんな怪我だらけのぬいぐるみ。割と悪趣味だな。邪魔邪魔。これでよし、電気は大切にねってやつだ。パソコン消した。あ、誰か来た。ちょっとあんた、そこで何してんのよ。誰、何って。電源が入りっぱなしだったから。まさか落としたの？そうだけど。なんてこと。朝からの計算結果が。パソコン部の責任取ってよね。子なのかな。僕のせいなのか。当たり前でしょ、他に誰がいるってのよ。そんなに大事なんだったら次っきりで見ていろよ。ちゃんと代理を立ててたわよ。あ、もしかしてあのぬいぐるみのこと。そののいなかったぞ。ちゃんとここにいるじゃない。え、代理ってこのぬいぐるみ？そうよ、みはるくんよ。みはるくん。なんだそりゃ。とにかく責任は取ってもらうわよ。責任ですか、わかったよ。私のお願いを一つ聞いてもらうからね。え、何やらしい。いいわね。エッチなやつなのかなこれ。子供ができちゃうよ。でも何を。お願いを増やしたりするのとお金がかかるのはなしだからね。ちって今ちって言った。言ってないわよ。あなた名前は。この子も強気だな。人に聞く前に自分から名乗るのが礼儀ってもんだろう。聞いて驚け。私はコンピューター部部長、神谷奈優よ。部長なんだ。しかもちょっとおパンツ見えそうだったぜ今。神谷奈優ちゃん部長、君が。そうよ、なんか文句ある。いや、コンピューター部人がいないのかな。なんか言った。あんまオタクな感じの。私はスカウトされて部長になったんだから。ないんだ、実力あるんだ。じゃあスカウトされて。で、あなたの名前は。俺、伊助大輔って言います。くどい名前でごめんね。わかったわ。会ったばかりなのにいきなり呼び捨て。すげえキャラ出てきたな。で、お願いって。考えておくわ。あー、今じゃないの。せっかくだからいろいろ吟味した上で決めるわ。あ、じゃあきっとこの奈優ちゃんルートの時はそのお願いっていうのがかなりキーになってくるのかな。じゃあね。おー、出会いましたよ。
一体何をお願いされるんだろう。すごいな。またでもコンピューター室、パソコン室があるっていうのも時代を感じますね。一昨年の時はないよね、絶対学校にコンピューター室なんて。帰るのか聖太郎。今日はまだ部活さ。ああそっか、ご苦労なこって。夏は日が長いからまだまだチャンスがあるのさ。何の写真撮ってんだよこいつは。じゃあな。危ねえわ今んとこ。ひなちゃん、くすのせひなちゃん以外みんな危ねえ子ですね。まあ言うてもひなちゃんも相当危ねえ。いきなり告白してくる子だったから。ルリね。うん。帰るところ？そうよ。うん。お、一緒に帰れる？あーでもまあ交換の出来に危ない気がするけど一緒に帰ろう。え？今回は断られてもやる気ゲージとかは問題ないと思うんで。なんで私があんたと一緒に帰らなきゃいけないの？ボロボロに言われとるわ。同じところに帰るんだから。バース。うわ嫌われとるわ。私ちょっと商店街へ寄っていくから。疲れてねえわルリちゃんに。ならちょっと買い物を。じゃあねー。どういうことだよルリちゃん。あでもちょっとルリチェック見てみましょう。ルリねー。なに今日もズボン開けてるの？お前開けてるね。来るの待ってたのよ。はい座って座って。マジでなんか昨日とリアクションが違う。ちょっと好感度上がったのかな。はいこんな感じね。あー2人増えましたね。ひなちゃんとなゆちゃん。うんうん、まあ一番下からのスタートってところですね。いや俺はでもやっぱ最初はこの告白してきた子、くすのせひなちゃん、この子を狙っていきたいな。メインヒロインだと思うし。あとでもまだ出てない女の子がたくさんいるから、どうやったら出てくるのかな。あ今日の目標、うん今日の目標、くすのせさんと2回会おうっていうのと、あとこのなゆちゃん廊下で見かけた彼女は何何があるんだ一体っていうのが今日の目標なんだ。でも多分そこ廊下に行ってなゆちゃんの好感度を上げるみたいなことですよね。でも今回なゆちゃんじゃないから、なゆちゃん狙いじゃないから、ひなちゃん狙いでちょっと行きたいんだよな。ひなちゃんどこにいる？いない。あでもやっぱ第一候補者だと思う。最初は第一。どこにいるのかな。アイコン出ないの難しいな。意外とプール、あ屋上、あ中庭、中庭行ってみようかな。中庭三軒休みを、じゃあ渡り廊下、渡り廊下昼休み、あこれはだから聖太郎か。食堂行こうかと思ったけど聖太郎。どうしようかな。第一校舎、おここ第一校舎マーク出てますね。これはひなちゃんのマーク。よしじゃあここで放課後第一校舎に行くとなゆちゃんなんだ。多分あの目標のイベントが発生するんだと思います。ちょっとそこはパスしていっちゃおう。それはなゆちゃんルートで。ひなちゃんひなちゃんひなちゃん校庭とか行ってみるか。よしどうだろう。楽しいな。ワクワクしてくるな。神谷さん、神谷す、あ、神谷さん？何？すごい、あ、何その頭、寝癖ついてる？あ、寝癖ついてる？本当？うわ、全然かまってくれない。女の子なんだからそういうの気にしたら？今朝時間がなかったのよ。細かいことうるさいな。そういう性格なの？
うわなんかそういう性格って。じゃあね。完全に嫌われてる。いじめられてんのかな俺。あれ中身絶対男だ。あれルリ。ルリも大概中身男っぽいけど。ルリね。うん。大あくびしてたな。なんだよその頭寝癖ついてるぞって。もう、うちの子も大概人のこと言えないなこれ。よくないってみっともない。うっさいわね。あんたは細かいことにいちいちうるさいのよ。すごいな。お姉さんキャラだなのにこの感じか。そんなんじゃ女の子にモテないわよ。おじゃあね。突き刺さる。グイグイ来るよみんな。何これド M 向けゲームなの。本当に。あ、一応これで目標達成なんだ。あ、そうなんだ。狙ってなかったけど達成しちゃった。中庭行ってみましょう。それじゃあ、あとひなちゃんに会えば、あ、めっちゃ出てくんじゃんこの子。神谷さん、ああちょっといい？ダメダメ、今忙しいの、後にして。中身が男なのかな。ちなみに中の人は松岡由紀さんですよ。うん、この子あの春日の鶴屋さんの人ですよね。そっか、だからそこら辺の世代の人が声優さん的にもどんどん出てきてる感じだね。ふんふんふーん。おー、いた。クスノセさん。あ、いや、いや、あ、あの、私かわいい。もうカレンちゃんだな。 VTuber カレンちゃんよりカレンちゃんだな。あ、あの、いない。でもちょっと全然会話できてないよ。びっくりした。いやはいまいちだった。あの子が僕のことを、それって本当に本当なんだろうか。なんで好きになってくれたんだろうね。その辺ちょっと知っていかないと。このままってわけにもいかないから。今日は平和だな。相変わらず暑いけど。いや、お前かい。お前呼ばれちゃった。もうめっちゃ出てくるじゃん。神谷さんルート行った方がいいかなこれ。悪い奴に追われてるの、かくまって。どういうことだよ悪い奴に。ここへ男子が来るけど、どうにかごまかしてよ。うん、わかった。神谷さん、とりあえずそこの教室へ。頼んだわよ。何悪い奴って。え、ふう、もう大丈夫だよ。ありがとう、助かったわ。可愛いな。でも別に怪しいやつじゃなかったけど。コンピューター部の副部長なのよ。はあ、ちょっと待って、悪いやつに追われてるって言わなかった？そうよ、部長の私に仕事をさせようとするとっても悪いやつなの。ああ、部長っていろいろやらなきゃいけないことが多いのよね。それが嫌なら部長なんか引き受けなければいいわけの問題だろう。そうはいかないわ、うん、私は権力が大好きなの。すごいこと言うな。わがままなやつ、勝手なやつ、生徒会長やればいいのに。行ってみようか、生徒会長やればいいのに。ああ、それいいわね。あれ、生徒会長どうしようかな。マジかよ、権力大好きキャラか。冗談だ、もし立候補して当選したら副会長がかわいそう。いいじゃないそんなの。すごい。いや、よくない、絶対ダメ。わかったわよ、とりあえず助かったわ、ありがとう。うん、じゃあね。パソコンをいじれる岡野さんみたいな。何？バカキャラではないんだろうけど。あ、この間のお願いだけど、これで帳消しってことでいいよね。何言ってるのよ。そういうわけ、こんなことで割に合うわけないでしょ。そうなんだ。消されたデータのために私がどれだけ苦労したと思ってんの。苦労したのはコンピューターじゃないのか。男なんだからこれくらいサービスしなさいよ。サービスって言ってもなんだよそれ。このくらいの解消がないと男として情けないわよ。これはまたすごい性癖だわこの子は。ああ、何
なんだろう、初回プレイに出てくる子じゃないもっとなんか普通の子がたくさん出てくるかと思ったわ。トゥルーラブストーリーにしてはかなり個性だ。もうだからおめえバカじゃねえかよ。ああ神谷さん、おかげで好感度ちょっと仲良くなれちゃってんじゃねえか。ダメダメ、今忙しいの、後にして。忙しいあっという間に行ってしまった。この後は皇帝か、楠の瀬さんいないかな。テニス部が練習をしている。スコートで練習していたりもういやらしいこと考えて。弥生ちゃんですね。ジャージだ、がっかり。弥生ちゃん懐かしいわ。あれ、あ、え、あ、マジでやった、楠瀬さんテニス部だった。やーり、しかもちょっとへそちらじゃ、腹ちらだし、いろいろでけえし。この子テニス部なんだ。ふーん、彼女胸大きいかもじゃないんだよ。何、いやらしいこと考えんじゃないよ。いいじゃん、やった、目標達成した。そうか、2回か。テニス部ね、覚えておこう。ひなちゃん、じゃあ、おおお、来た。あ、本当だ、ラケット持ってる。楠瀬さん、下校イベント。楠瀬さんは今帰。あれ、さよなら。照れられすぎって避けられてる。ああ、あっという間に行ってしまった。マジか。あ、神谷さん。あ、うん。帰り。そうよ。じゃあね。あ、うんうん。さよなら。今日神谷サンデーになっちゃったな。いやでも楠瀬さんのテニス姿が見れたのは良かったかな。ちょっとルリチェックでどんぐらい上がってるか見てみよう。ルリねー。なに？学校での評判を。いいわよ。ちょっと待って。これもひょっとしたらそのうち着替えてたりすんのかな。ルリねー着替えイベントありそうだな。はい、こんな感じね。はー、でもこれ、でもどっちの方が進んでんだろう。でも神谷さんの方がアイコン表示が大きいからやっぱ神谷さんなんだろうな今。いや楠瀬さんをねもっと進めていきたいんだよね。いや初回プレイってねあんまり勝手が分かんないから、あ、だからそういう時のために今日をやり直すでやり直したりするといいとか。あ、でもな、テニスイベント見れたからな、いっか、とりあえず寝よう。よっぽどひどい時じゃなかったら別にやり直す必要もないかな今のところはな。新キャラ出てこなかったな、そういえば。あ、今日の目標は楠瀬さんと図書室か中庭か部室で会おう。あ、部室があんのね。それか神谷さんと1限から3限に会おう。ちょっと神谷さん好感度上げると思うそっちばっかりになっちゃいそうだから、楠瀬さん狙っていきます。狙い撃ちできますよ。どこって言ってましたっけ、目標確認。図書室か中庭か部室。図書室中庭。いやでも今いないんだよな。一応図書室行ってみようか。図書室な、あー、いやこれは、じゃあ図書室、図書室。お、お、あ、渡り廊下にいる。じゃあここは渡り廊下に。で、部室、あ、昼休み部室っていいかも。テニス部の部室で食べてるかもしんない。で、放課後、あ、放課後第一校舎。でも、どっちだろうな、どっちかが出てくるんだろうな行ってみよう。どこだろうな、やっぱ校庭、あ、校庭だ。よし、これでいいんじゃない。
さ、これといって、あ、図書室会えず、さらに図書室、会えず、また図書室で出会うキャラとかいそうなんだけどな。廊下、ここは出てくるんじゃないかな、くすのじさん。あれいない、マジで、あれこれやり直しじゃない、今日大丈夫。物質、おっ、うん、ルリネーだえ、ルリネー部活入ってんの。ルリネーなんだ。別に、見つけたから声かけただけ。そうか、うー、あのさ、さっき聞いたんだけどさ、うん、なんだってさ、ちょっとすごいと思わない雑談イベントですね。まあまあだね。ルリネーと見つめるについて楽しく話した。見つめるについて話した。次、第一講師、あれ、これもう今日目標無理じゃね。あー、神谷さん、え、ああ、あれちょっとダメだね、今忙しいの、後にして。会えないか、楠の瀬さん、やり直すか、どうする。あ、でも校庭では会えるでしょ、きっと。テニス部やってるんじゃないですかね。テニス部をちょっとだけ見ていこう。ちょっとだけいやらしいな。パコーン、テニスボールが、すみません、かわいい、ありがとうござ、あもう、や、いや、そのやーをやめたこんなところで会うなんて偶然だね。私テニス部だから。うん、そうか、そうだよね。変な沈黙。何、ボールを、ボール、ボールって何の。拾ってくれたテニスボールだけど。ああ、これね、はい、どうもありがとう、かわいい。それじゃあ私練習中だからずっと頬赤いもんね。練習頑張ってね。もう付き合っちゃえばいいじゃんもう告白されてんだから。あー、すごいな。でもこっからずっと照れっぱなし。おー、来た、楠の瀬さん。楠瀬さんは今かえ、まだ下校は、さよなら、誘えないか。ああ、あっという間に行ってしまった。ああ、神谷さんだ。これでも今日の目標は達成できなかったけど、テニス部で会えたから、まあいいかね。まあ永遠に続く夏だから気長にやっていこうかな。今日もルリチェックしてみよう。どんぐらい動くのかな。なに、ルリね、ルリね、評判教えて。来るの待ってたのよ。はい、座って座ってどれどれ、はい、こんな感じね。あ、ちょっと飛ばしちゃった、飛ばしちゃったけど、でもほとんど動いてなかったですね。神谷さんだな、神谷さんルートに入ってる感じがするんだけどな。多分目標って次の日にまた継がれる。あ、そうだよね、同じのが出てるから。楠の瀬さんと図書室か中庭か部室、いや、どこにもいなかったんだよなあ、むしろ図書室、あれ、でも図書室、うん、もうよし、じゃあ今日はその3箇所しか行かない。図書室か中庭か部室。じゃあまず中庭、あ、ここの中庭神谷さんだから、中庭図書室、中庭、ん、これで、あ、これルリネーか、ルリネー、
図書室行ってみるか、昼休みに。あ、でも第一校舎、いや、あえて俺は部室に行くね。部室、あ、で校庭は最後に行っておこうかな。アイコンもでかいもんね。なんか大きいイベントなんじゃないですか、校庭。よし、これで放課後にまでに会えたら目標達成になる。お、あー、ルリネー。ん？ルリネーも可愛いな。いいけど何よ。うん、ちょっと教えてほしいんだけど。あんたそんなことも知らないの？それはね、あんたの言い方は美咲っぽかったわ。もうなくしてきっかけでしょっていうね。食べ物の話か。へえ。じゃあ次、図書室いないかな。図書室にと、お、お、うん、あ、ルリネルリネめっちゃ合うな今日。別に見つけたから声かけただけ。ルリネの日か。うん、あのさ、さっき聞いたんだけどさ、ルリとは言いつつわりかしロリだよね。ロリネーだよね。ちょっとすごいと思わない？うん、まあまだね、流行の話をした。ロリネーを、ロリネー図書室か。あ、中庭、中庭、来て来て来て、くすのせさん。あ、あー、あー、おー、来たまだイントロでちょっとは区別がつかないいたいた、会えた会えた。いやー、だからそのやーが気持ち悪いんだって俺。私、ごめんなさい。全然会話がちょっと会話ができないんだよね、照れすぎちゃって。あー、行ってしまった。やった、目標達成。うん、であとはもう図書室部室も行くけど、まあそんなに意味はなさそう。誰もいない。部室、部室、テニス部の部室行きましょう。でも夏だから絶対プール部なんかありそうだよな。あ、ルリ、ルリネ、ここで会えるね、よくね。ルリネ何部なんだろう。別に見つけたから声かけただけ。部活入ってそうだな。あのさ、さっき聞いたんだけどさ、うん、なんだってさ、ちょっとすごいと思わない？うん、まあまだね、流行の話をした。お、すげえ、話題レベルとかあんのか。レベルアップしたよ。じゃあ、流行の話。ふん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 、レベル1から5の5段階がある。へー、すごいね、システムが進化してますね。ステータスを押すと、はー、はい、わかりました。面白いね、レベル。ちょっとステータス、スポーツの話。あ、スポーツの話はひなちゃん、くすのせさんいいんだって。でもレベル1、レベル2、流行の話、友達の話がいいんだ。へえ。まあまあ凡人のステータスですから大したことは、大した話はできないと思うんですよ、凡人だから。さあ今日もテニス部を。いやー、もうお前バカ聖太郎、いいよお前は。面白いことないか。面白いことか。楠野先生も写真撮ってないの？テニス部の写真となるわけだ。うん、なるほど、確かに面白い。褒めるについて話した。ほう、褒めるね、褒める、見つめる、手をつなぐのね、3連コンボがありますからね。あれ、今回もあんのかな、どうなんだろう。あ、帰ってきちゃった。ルリネ一応見てみよう。
ルリネー。何？今日もよろしく。うん、新キャラ全然出てこないな。来るの待ってたのよ。はい、座って座って。はい。はい、こんな感じね。おお、ほうほうほう。でもなんかアイコンの大きさではまだ神谷さんの方が大きいね。でも楠瀬さんもちょっとずつ来てるような気もするぞ。よし、次だ次。面白いねこれね。新しいキャラとか出てこないかな。何月何日とかはないんだもんねこれ。あれ今何時だ。はあ、もう9時過ぎてる。遅刻だなんて言い訳をしよう。あれ今日は土曜日。あ、もう土曜日が休みの時代になりましたね。焦って損をした。そういうことならもう一眠り。あ、一応月、あ、日曜日、日曜日何もなかった。月曜日、神谷さん、あ、いや、屋上で偶然にってなんだ。屋上で偶然にを目標やりたいな。楠瀬さん、お、ふんふんふん。お、誰だ。出会いの予感だぞ。あ、かわいい。この子1年生だな。プリント落としちゃった。ごめん、手伝うよ。1年生後輩キャラなんだ。これでおしまい。何も言ってくんない。悪かったね。大丈夫だった。あれん、もしかして君は僕のことを。まあ確かにね、ちょっと楠瀬さんのパターンに似てるから、これ言ってみる。もしかして君は僕のことを。もしかして私のことを分かってないの。知り合いなんだ。分かってるのかと思った。あの、どちら様で。私よ、私、向井やこ。やこちゃん、向井やこ、向井やこ、向井やこ、誰だっけ。うわ、失礼だね。相変わらず間抜けなんだから。うん、その小生意気な喋りは。まさかやっこ、やっこちゃんでやっこ、やっこさんなの。もう言ってるじゃない。やっこさん、お、だって僕の知ってるやっこは、あ、子供の時の友達だったんだ。あ、でも男っぽい友達だったのが、お前女だったのかっていうやつだ。エロ同人で見たことある。もしかしてそういう展開とか思ってたんじゃないの。あ、バレてる。バカ、そんなこと。相変わらずね。幼馴染キャラもしかして。ま、いいけどね。やっこちゃん、3年、いや4年ぶりだな。同じ高校だったなんて知らなかったよ。私は知ってたわよ。へえ、なんで今まで黙ってたんだよ。もう夏だよ。いつ気づくかなってね。へえ、お前見た目は変わったけどやっぱりやっこだ、間違いない。よろしくね先輩。あー、かわいい。やっこちゃん、あ、俺やばい、ときめいちゃん。いや、なんかその子供の時すごい男の子っぽかったけど、こうやっぱ女性になっていくあの感じすごい好き。やっこ、あー、やっこちゃんやばい、ときめいちゃったな。先輩できたな。しまったな。いやいや、いかにか、楠瀬さんね、目標なんだったっけ。屋上で偶然にっていうイベントがあるのね。じゃあ屋上行きまくりましょうか。うん、屋上、屋上、うん、お、ここ中庭にいるね。三軒休み、中庭行っとこう。やっこちゃんともこれで出会う、出会えたことになるのかな。屋上、うーん、
ここも屋上かな。でここは多分このアイコンの大きさはこっちの方が発生しやすいっていうことだと思うんですよね。校庭行っとこうかな。校庭よし。さあやっこちゃんに会えるかな。いやいややっこちゃんじゃない、やっこちゃんにときめきすぎだ俺。くすのせさん、いやいやせいだろうお前バカ、お前バカ。もう俺は最近思うんだが、変態写真部、君はそんなことばっかり言ってるね。そりゃ重要なことだ。これエッチな話題じゃないの。あ、褒めるか、褒めるについて楽しい話した。おー褒めるレベル2やった。こういう雑談もじゃあ大事になってくるって、これ面白いな、今までなかったシステムですよね。話題のレベルアップ。うん、あれルリネーか、なんだ。別に見つけたから声かけただけ。そうか。あのさ、さっき聞いたんだけどさ、うん、あれ屋上は、なんだってさ、ちょっとすごいと思わない。そうだね、まあまあだね。学校の話をした。おお、レベル2、これ全部レベルマックスにして何でも喋れるやつになりたいな。中にはここはマーク出てましたよ。あれ誰もいないのか、マジか。屋上行っときゃよかったかな。いやまだ屋上チャンス2回ある。いるかな、あーいないか。この後もう1回屋上チャンス。さあ楠本さん、いたら今日の目標達成だぞ。どうかな。おおおおお、ふう、ここは風が気持ちいいな。あそこにいるのは、あ、今度こそちゃんと話ができるように心の準備をして。くすのせさん、いた。お、これもエンディングの雰囲気だよ、本当にかわいい。ドキン。いや、あの、私かわいい。くすのせさん、ごめんなさい。え、何度も私に話しかけてくれたのに逃げたみたいになっちゃって。ああ、いや、なんだか恥ずかしくて。私、そうだよね、告白、いきなり告白してきたもんね、廊下で。うん、でももう大丈夫です、心の準備はできてるから。お、どんな返事でもどんと来いです。どんと来いです。かわいいな、その返事なんだけど、そのもうズバッと言ってやれ。あ、いや、あと違うんだ。え、そのなんていうかよくわからないんだ。僕は今まで女の子を好きになったことなんてなくて、もちろんチェリーボーイで、そのなんていうかチェリーボーイだから。私のこと嫌い嫌いなわけないじゃない、こんな可愛い子に言い寄られたらチャイボーイなんて誰でも好きになっちゃうんだから。そんなわけないよ、クスノセさんは明るくて可愛いと思うし、だけど僕はクスノセさんのことをまだ何も知らなくて、今は好きか嫌いかもわからない。だからもう少し時間が欲しいんだ。ちょっとでいい、ずっとってわけじゃなくて、その例えるなら。私の思っていた通りの人だったから。お、いい返事したっぽいね。そう、私本当はね、告白したことをちょっと後悔してたの。うん、そうなの。 あなたのことが嫌いになったわけじゃないのよ。思い切って告白しちゃえって、毎日毎日うるさい友達がいて。あ、その勢いで。じゃあ私はそんなつもり全然なかったんだけど、うん、何度も言われてるうちにだんだんその気になってきちゃって。そうだったんだ。私って寄せられやすいのかな。あなたのことをよく知らないくせにその気になって。よく知らない、告白しちゃった。でもかわいい、あと
後からすっごく恥ずかしくなってきちゃって半ば罰ゲームだったんじゃないのそれ。このまま終わっちゃったらどうしようってずっと不安だった。やっとお話できたのに。だから、こうしてまた話せてとっても嬉しい。あなたには私のことをいっぱいいっぱい知ってほしいから、返事はそれからでいいよ。おー、本当？めっちゃいい子じゃん。僕がこんな優柔不断な凡人でがっかりしたんじゃない？そんなことないよ。返事がすぐにできないのはそれだけ真剣に考えてくれてるからでしょ。多分私の気持ちはずっと変わらないからね。おお、新しい展開だわ。それじゃあね。すごいなこの子、真剣に考えなきゃ。やった、目標達成。へえ、めっちゃ攻めるね楠瀬さんね。はあ、だから本当の意味で好きになっていくっていうお話になるんだろうな楠瀬さん。いやもう十分好きなんだけどもう告白していいと、あれルリネ、ブルマ、ブルマブルマ、この時代にブルマ復活したの？ルリネ、何の？帰るけど。まったく帰宅部はいいわね。ルリネ何部なの？ハンドボール部。あーでも言われたららしいね。ハンドボールらしいっちゃらしいわ。そうよ、これからランニング。じゃあね。めっちゃ体育会系なんだ。寄り道しないでまっすぐ帰るのよ。ルリネスタイルいいな。そっか、いやいろんなことがあった、いい一日でしたね。ルリネ、いや告白から始まるってのは驚きだわ。来るの待ってたのよ。はい、座って座って。あとやっこちゃんがすげえ可愛いわはい、こんな感じね。おお、一気に動いてるじゃん。で神谷さんのアイコンだけやっぱ大きいんだよな。やっこちゃんも現れたという感じですね。それじゃあ初回はこんな感じで、終わっていこうかな。いやー楽しかった。いろいろとこう変更点はあれど、やっぱりトゥルーラブストーリーですよね、しっかりね。なんかその辺がこういろんなのが合わさってて面白い。まだまだその下校イベントだったり、多分デートとかもあるんだろうな。それこそ水着イベントとかもたくさんあるし、新キャラもまだまだたくさんいると思いますんで、まだまだ今後が楽しみですね。トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエットプレイしていきますよ。それでは今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も一緒に帰ろう。